どうもトリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。仮面ライダーエグゼイドブルートマイティアクション X ガシャットの方をご紹介したいと思います。こちらは2016年11月19日に始まったキャンペーン品になります。対象商品であるデラックスゲーマドライバーもしくはデラックスガシャコンウェポンシリーズを買うと漏れなくこのブルートマイティアクション X ガシャットがもらえます。では早速中身の方を開けてみましょう。まずは説明書が入っております。今回のガシャットに関してなんですが、なんと組み立て式になっております。組み立てパーツが2つに分かれていて、真ん中にはシールがあります。では早速組み立てていきましょう。まずこちらのガシャットを反対に向かせて、こちらの両方の突起部分とこちらの穴の部分にめがけてセットします。続いて1番のシールをこちらに、2番のシールを横側にあるこの穴埋め部分にシールを貼り付けていきます。はい、シールの方を貼り付けました。そして反対側のこちらの電池蓋の部分ですね。今回のこのキャンペーン品のガシャットなんですが、なんと最初から電池が入っておりません。はい、このように電池がセットされてませんね。こちらの電池は LR44 のボタン電池が3つ必要となります。ですのでこちらのキャンペーン品もらった後はこのボタン電池を買う必要がありますのでご注意ください。はい、これで後ろに LR44 のボタン電池3つセットしましたので、これでプロトマイティアクション X ガシャットの完成です。では全体の方を見ていきましょう。全体このようになっております。ではおなじみのパッケージの方を見ていきましょう。一番上は GD と書かれております。下はマイティアクション X と書かれております。その下にはマイティというキャラクターが描かれております。今回は仮面ライダーゲームの色になっております。その下にはおなじみの5つのアイコンマークと、その下には数字が描かれております。横にはマイティアクション X と書かれております。ではお待たせしました。音声の方を確認しましょう。まずは単体音声の方ですね。今回のガシャットに関してはデラックス玩具仕様ではありません。いわゆる食玩ガシャポン仕様になります。ではまずこのボタンを押すと単体音声が1つだけ流れます。つまりゲームクリア音、ゲームオーバー音が入っておりません。では実際に鳴らしてみましょう。このようにもう一度ボタンを押すとゲームクリア音とゲームオーバー音は入っていない仕様になってます。ちなみに電子板の方を見るとこのような感じです。光らせるとこのようになります。マイティアクション X。 では続いてデラックスゲーマードライバーとプロトマイティアクション X ガシャットを使って連動音声の方を確認しましょう。まずはレベル1の音声。続いてレベル2。続いてレベル3の音声。ちなみにレベル3の音声は残念ながらレベル2の音声が鳴る仕組みになってます。あ、ガッチャという音声が鳴りますが、最後はレベル2の音声が流れるようになってます。ではせっかくなのでマイティアクション X ガシャットとプロトマイティアクション X ガシャットの方を見比べてみましょう。
色味に関してはやはり全く違うものになっております。パッケージの絵もやはり色味に関しては別物になってます。横のマイティアクション X の文字は全く一緒で、こちらの電子板の部分ですね、これに関しては両方とも全く同じデザインになってます。ではこの2本のガシャタとデラックスゲーマードライバーを連動させて音声の方を確認しましょう。では続いてプロトマイティアクション X ガシャットとシャカリキスポーツガシャットとデラックスゲーマードライバーを連動させて仮面ライダーゲームスポーツアクションゲーマーレベル3の音声の方をお聞きください。画面を近づけるとこのような感じです。続いて決め技スロットホルダーとの連動音声。続いてガシャコンブレイカーとの連動音声。続いてガシャコンソードとの連動音声。続いてガシャコンマグナムとの連動音声。これでガシャコンウェポンシリーズとの連動音声を確認しましたが、残念ながらフロットマイティアクション X ガシャットの方にはクリティカルフィニッシュの音声が入っておりませんでしたね。では最後にフロットマイティアクション X ガシャットに隠された音声の方を確認しましょう。はい、どうやら音声は入ってないみたいですね。ただ光るだけとなってます。以上で仮面ライダーエグゼイドプロトマイティアクション X ガシャッタの方をご紹介いたしました。ちなみに会心の一発の音声に関してはこのプロトマイティアクション X ガシャッタには入っておりません。クリティカルストライク、クリティカルフィニッシュの音声を鳴らしてもやはり会心の一発の音声は入っておりませんでした。ということで今回これにて以上です。ありがとうございました。では皆さん次の動画お楽しみください。それではまた会いましょう。さよなら。